今日は珍しく初めて見ました。うん、嘘、初めてですか。実写は初めてです。これ、そうそう、今日すげー綺麗です。綺麗、綺麗ですかね。綺麗ですね。え、シルバーも良くないですか。はい、すげー。秀樹さんのも綺麗やな。洗車してるだけだけです。ああ、そう。こんだけ綺麗だったらいいっすよね。まあ、うん、まあ、いずれにしても20年コース。2つとも似てるのは必要だけど。タイヤのサイズ変えたいですよね。これって245ですもんね、今ね。はい、まだ、はい、タイヤサイズちょっと引っ張れば、そうっすね、変わりますね。右尻当たってるかもしれないってあれなんで。そうなんですよ、多分当たってくるんですよ。だからちょい狭いサイズで引っ張れば逃げますね。自分は225なんで、225引っ張りでちょっと下げてスペーサーで調整ですね。さらにこれスペーサー入ってます。これ入ってます。スペーサー入れないとね、スカスカになっちゃうんですよね。4000ホイールだって。うちに入りすぎちゃうんで。あ、出すとだいぶ違いますよね。全然違いますね。かっこいい。かっこいいっすね。うん、本当に2センチ引っ張るだけでも全然変わりますからね。初めてだったか。たまたま勝ち合わなかったんですね。乗ってくる時もたまにあるんですけど。はい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 。あ、そうですか。もう普段はこういうのが楽です。やっぱタイヤも本当にどこでもすっ飛ばしていけるし。これ35万で買ったの。35万ですか。そうです。いや、見えないですよ、綺麗で。今値段上がっちゃったんだよね、だいぶ。4年前が35万ぐらいで買えた。36アリーナですか。そう、まあこれ標準なんですよね、グレードで。でも本当だったらあれですもんね、もっと高いですもんね、最初だったら。今はね、まあ元はもっと高いけど。買いますか。よし君も買いますか。じゃあ失礼しますか。いや、いいっすね。中古車屋さんでもセルシオが2台並んでるとこって珍しいですからね。いや、珍しいっすよ。でもここに来ると大体並ぶんですよね。ここに来るともう大体もうセルシオで決まってます、ね、並んでますよ。アクさんがいるから。